10番カシノピカチュウが上がってきました。残り600切りました。その後ろ外を回る9番ダノンシャーク、4番手の外に進出。4コーナーカーブから直線コースに向いて、さらに内からシャイニープリンス、中から5番のブレイズアートレイルも追い上げに入って、残り400切りました。その後方集団はどうか。後方のダノンヨーヨー、あるいはサンデイレイザーがスパートを見せているが、今5番手の一戦。しかしリアルインパクト、リアルインパクトわずかに先頭。ガルボが粘るが外からかわしてダノンシャーク先頭で残り200を切った。ダノンシャーク先頭、懸命に粘るリアルインパクト。外から追い込んできたのは3番リルダワル、中をついてシャイニープリンス、2着争い。9番ダノンシャーク、内と回るミトラ、さらには4番ロサギガンティアで第4コーナーをカーブ、今直線コースに向かいました。3枠2頭コスモスオンパーククラリティシチー、そしてダノンシャーク並んでくる。ダノンシャーク早くの先頭か、 400m 通過しました。あとは固まってミトラ、そしてその直後にロサギガンティア、キングズオブザサン、狭いところ。さあ外から追い込んでくるのは7番シャイニープリンス、坂上がった。これから 200m を通過する。さあ先頭は14番ダノンシャーク、ダノンシャーク、シャイニープリンス、間から4番のロサギガンティア追い込んでくる。おお、外から16番のステファノスが先頭でゴールイン。内はクラリティスカイ、ワールドエースが5番手外まで上がっています。直後にはアルマバイよりアルバタックス、直線コースに向きました。カレンブラックヒルに並んでいくロゴタイプ、2頭が競り合って残り400、坂を登ってきます。内を狙ってクラリティスカイ、外は16番のフルーキー、あとはワールドエース、さらに外からはグランシルク、追い込み勢からは里のアラジン、一番外からはダノンプラチナで、坂の上りで今度はロゴタイプ先頭に変わって200を切って坂を上り切った。2番手が横一線で、外からは3番のダノンプラチナが追い上げてくる。間は里のアラジン3頭広がったが、里のアラジンかダノンプラチナか並んでゴールイン。最後内並んで4番イスラボニータ、後方から外を回って11番ロードクエストが進出を開始。4コーナーカーブから直線、先頭は5番のテイエム稲妻、内を開けての逃げ、リードは1馬身です。2番手からマイネルアウラートが接近、残り400、坂を登ってきます。3番手内を狙ってヤングマンパワーイスラボニータ、外に出して2番のダノンプラチナ、あと追い込み勢からはフルーキー、ブラックスピネル、1番外から11番ロードクエスト追い込んで200を切って坂を登り切った。さあ今度は先頭6番のマイネルアウラートが内、3番ヤングマンパワー、ヤングマンパワー内から抜けたイスラボニータ、さらにはダノンプラチナ、マイネルアウラート、ヤングマンパワーゴールイン。3コーナーをカーブして直線コースに入りました。内ラチいっぱいがレッドアンシェル、ババの真ん中に持ち出した6番のエアースピーネル、そしてペルシアンナイトは内にコースを取っている。残り400を追加。さあエアスピネルが先頭だ、そして内はレッドアンシェル、ペルシアンナイトがその後ろから追ってくる。イスラボニータ今4番手に上がってきた。その内からは1番のサトナーレス、200を通過して、さあ内粘る2番のレッドアンシェル、6番のエアスピネル、そしてイスラボニータ今3番手から2番手に上がってくる。さらには13番のクルーガー先頭抜けた。6番エアスピネル、ザポジーリード2馬身半、4コーナー8番ロジクライが2番手、7番のウィンガリオン、そして12番クルーガー、徐々に差を詰めていって、4コーナーから直線、コーイバ軍の中にエアスピネルとペルシアンナイト、外はレッドアバンセ、直線に向かいます。警戒に逃げる15番のマルターザーポジー、リードが2マシン、残り400、外から追ってくるロジークライ、あるいはウィンブライト、クルーガー、外に持ち出してレッドアバンセ、ジャンダルム、一番外からワントゥーワンが追い込んで、まもなく残り200を切るところ。前は8番ロジクライわずかに先頭ですが、迫ってくるレッドアバンセ、馬群の中からはエアスピネル、大外11番のワントゥーワンも追い込んでくるが、先頭は抜けた。ロジクライ2馬身3馬身2度2番手接戦、ロジクライだ、ロジクライ先頭でゴールイン。2番手争い接戦。4コーナー前はトミケンキルカ、湘南ライズ、3番手コシタンタン、エメラルファイト、その下にジャンダルム、さらにはロジクライ、インコースキャンベルジュニア、間から6番イレイション、直線コースに入りました。内立ち沿い4番トミケンキルカス、4、5等分よ外に離れたところに湘南ライズです。さらにエメラルファイト、間が空いている。6番のイレーション、1番のキャンベルジュニア、外からは13番ジャンダルム、アドマイヤマースとノムコは揃って大外に持ち出して前を追っている。前は横に広がっていますが、エメラルファイト、湘南ライツ、内からキャンベルジュニア、さらに4番トミケンキルカス、間を割ろうと勝てられる。大外からノームコアが飛んでくる。さらに連れて9番のレイエンダ、間から16番ノームコア、内では2番レッドオールが、わずかにノームコアゴールイン。ズダリー内から体勢ビジョンです。すぐ後ろにワーケア、外目からはバンドギャルドが上がっていって、内にペルシアンナイト、直線コースに向かいます。スマイルカナが前に出てきました。リードを1馬身取って残り400、しかし外から8番シーズンズギフト、また並びかけていって後続が追い上げてくる。ペルシアンナイト、ババの真ん中に持ち出して11番ラウダッションが一気に伸びてくる。外から5番バンドギャルド、間を狙って内目からペルシアンナイト、外から K.I. ノーテック、広がって残り200を切りました。ババの真ん中11番ラウダッション、外から5番のバンドギャルド、3頭の追い比べ、うちはペルシアンナイトですが、5番のバンドギャルドが抜け出した。1馬身抜ける5番バンドギャルド先頭だ、ゴールイン。
2番手のロータスランドが先頭、ボンセルビーソ、さらに13番ソーグリッタリング、3頭が横に広がって4コーナーをカーブ直線へ、その内に入ったのが4番のバスラットレオン、さらにはラウダシオン、その外に12番フォルコメン、その馬群の外から1番ソングライン400を通過、さらに外からダノンザキッド、大外からは7番のタイムトゥヘブン、坂を駆け上がってくる。さあ先頭はロータスランド、ババの真ん中から1番のソングライン200を通過、そしてザダルが内から突っ込んでくるが、外からは17番サートノービーザードが伸びてくる、間からダノンザキッド、さらにはタイムトゥヘブン、抜けた1番ソングラインにサートノービーザード、サートノービーザード2番手でゴールイン。3番手3番ノルカソルカ、さらには6番ダイワキャグニー、そして12番ラウダシオンが接近する。残り 400m 坂を上がってくる。内からは4番ルフトシュトローム、さらには14番ダノンスコーピオン、13番ソウルダッシュが追い込んでくるが、横に広がった6頭ずらっと広がって、今度は14番ダノンスコーピオンか、外は13番ソウルダッシュ、200を切った。10番セルフォス3番手から前の2頭を追っている。大外は15番ピースオブエイト4番手に上がった。さあ前は3頭広がったが、10番セルフォス3頭広がった、ソウルダッシュダノンスコーピオンセルフォスだ、ゴール。内は